僕がフィンガースタイル始めた頃にすごい大好きだった曲なんですけど、チェット・アトキンスがアレンジしてて好きになった曲なんですけど、あのジェリー・ジェフ・ウォーカーっていう人のあのミスター・ボー・ジャンゴーズっていうね曲なんですけど、今日はその曲の冒頭のねフレーズをあのエクササイズとしてあのご紹介したいと思います。ちょっと弾いてみます。こういうあの綺麗なイントロなんですけど、C でこうベースラインが下がってて、また G G A D って上がっていくっていう、でまた戻る。でこれをこうアルペジオとはちょっと違うんですけど、ベースラインとこの他の運指がうまく綺麗に混ざってて、こうダラダラダラと聞こえるっていうね。なんだその説明はって思われるかもわかんないんですけど、で C を押さえてもらって、でベースラインをまず説明しますけど、親指で C のベースライン、あのルートのね C を、5弦の C を弾いて、まあ、4弦はね4弦は鳴らさないんですけど、まあわかりやすく C コードを押さえてっていう、あの、あれにします。別にあの、中指はね、あの、省いてもらっても全然いいです。で、まあ、薬指で、このね、5弦の C と、人差し指でこの1オクターブ上の、この C ですね。2弦、5弦のこの、ドの音。ね、3フレット、1フレットね。ここが3、1、1フレット。で、ベースラインが、5弦、3弦、3弦を弾きます。5弦、3弦、3弦。だから、ポンポンポンっていうね。で、この C の音を B に、1フレットね、低くするだけ。ここ1フレット低くして、で、また、3弦をポンポン。だから、でも次は離しちゃって、で、ここ人差し指はね、あの、ずっと、2弦の1フレットに置いといた方が分かりやすいです。なので、で、次が離して A にして、ここまでやると、で、先に細かい、この、っていうところをやる前に、戻ってくる音色をとりあえずお教えします。ってやつですね。で、ここで初めて、この人差し指、ここに置いてあったのを離すんですけど、G を弾きます。G なんですが、この、6弦の3フレット、それと、2弦3弦の開放を同時に弾きます。次が、まあ、人差し指をここに戻して、5弦開放と、2弦3弦。2弦3弦。3弦も開放で、2弦はここですね。なので、で、これが Bm。Bm の省略コードなんですけど、中指で5弦の2フレット、3弦の開放、2弦の3フレットを小指で。まあ、小指じゃなくてもいいんですけど、なので、こういう。Bm の省略コードになってます。で、さっきの G、Am、Bm で合わせると、っていうね。で、また戻ります。で、フレーズを完成させていきます。ここの、じゃあまず C コードを押さえたら、このパンパンパン、これの間に、これとこれの間に人差し指で2弦を弾きます。なのでで、これからは中指も
このあるじゃないですか。このポンポン、このポンポンと同時に中指も弾きます。なのでこの3弦の開放と1弦の開放は必ず同時に弾く。ポンとポンポンと弾きます。なのでってなるんですよ。エクササイズになってます。 C コード押さえてるだけなのに、このねこっちを練習してるだけでこっちの指のこの人差し指がついそうになるっていう、実は左手のトレーニングにもなってます。で右手はもちろん強化されます。慣れてきたらこうやって入る。練習してみてください。これねすごい好きなんです僕。まあ今日はちょっと運指のエクササイズを、ちょっとここのね運指のエクササイズを今日はちょっとしたかっただけなんですけど、もしかしたらねリクエストがあればメロディーラインもやっていきたいと思います。ちょっとマニアックなんでね、様子見ますけど。寝てない。みんな見てるからちょっと緊張して。何だろう、何だろう、何だろう。まだまだ。じゃあこれ取って待ってて。あ、そう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 。じゃあ。はいはい。茨初めて見た。あれ携帯はどこ入れたんだろう。見えるかな、カピバラさん。маленький, да, по сравнению с кем? Бегемотиком, да.もののけ姫？もののけ姫だ。
あ、向こう向いてるね、あれね。